ほな旅行行こうって言っとったらいいですか。どこ行きたいですか、本ちゃん。旅行はどこでもいい。近場で。近場だったら旅行じゃないでしょ。でも水族館行きたいな。水族館江ノ島遠い。別に遠くないでしょ。新幹線乗ったら4時間半ぐらい。いや、まず俺福岡行きたいな。ああ、歴史を塗り替えに行きましょうか、ほんなら。そうそうそう、歴史をちょっと上書きしないけど。確かに、それは確かに。変な女で終わってる。あ、このおしゃれなもつ鍋行って。福岡、ラムも水族館行ったんですか。え、水族館も行っとったんですか。誰か隠れて。誰か、ほんちゃん隠れてないか。オペロゲイ行ったじゃん。え、聞いとったんですかね、じゃあ。え、言っとったよ。え、なんかトイザラスかなんか行ったっていうのは聞いたんですよ。トイザラス？トイザラスでおもちゃ買って。あ、それあれアウトレット。帰りよ、帰り。あ、1日目に水族館行っとったんですか。水族館行ってもつ鍋食べて、1日目終わって、もうトイザラスに乗ったらおらんとか。俺のどこおったんですか。あっちの方、俺と子供断るか、それに任せる。ありえまん。いや、信頼されとる証拠でしょ。信頼されとったらさ、え、だって子供を預けんでしょ。ダメって言わまん。え、信頼されとったらダメって言わまん。何をダメって言ったんですか。俺のこと。それは関係ない。何がいけんって言われたんでしたっけ、結局。え？え、あの最初に帽子持っていた時、旅行の出会った瞬間から。え？え、広島駅まで新幹線で行ったんですね。はあ。行ってラーメン来て、その出会った瞬間からもうちょっと違ったらしい。え？なのに一緒に旅行行っとんだ。だったらそれ時点で。え、おはようみたいな感じで会うんですか？駅着いて。え、バーって走ってきたんや。あ、走ってきたんですか。子供が。あ、子供が。こういうトイレ連れてってあげてやるって、トイレ連れてって、これで一緒に変わってきた。え、その時もうダメですって言われたんですか。もう思ってたらしい。あ、言わんかったけど。だったらもう旅行行くなじゃろ。思わない。この人だけじゃなくて、ちょっと哀れな思うたら行くなじゃろ。言えじゃろ。あ、いつからダメって思っとったんって聞いたら、もうその旅行の時。え、でもその前夜会いに行ったでしょ。その時は A って言おうたんですか。あ、だってあの時はだって実際酔うてみてどうだったって聞いたんですよね。そしたら AK 旅行行きたいって言おうたんですよね。で、旅行行ったらどうなったんですか。ダメだ。おかしかろ、こいつ絶対ハメとら思ってた。俺のことマジで。え、でもハメる目的だったら自分の2日間使わんでしょ。いや、だけ俺とわざと。いや、俺と全然会話せんかったの。いよいよ会話せんかったんですか。ほぼない、ほぼない。え、でもご飯食べに行ったりしたら、ない。え、何食べるみたいな。ない。え、じゃあもう俺と子供が会話しとる。それか子供から俺とランの会話はない。マジで初めてなんだ。飯食いこんなの。え、じゃあどっちが食べ物をチョイスしたんですか。まあ俺勝手に予約しとったコースとか選んでたけど。ああ、もうコース決めとったんですか。見て、はいはい、いろいろあったけど醤油とか見とった。はいはい、醤油がいいって。あ、それはもう前もって決まっとったんですか。一応聞いたよ。どの話なんで買いたい。そういう時とかあっけ。はあ、そういうじゃ言うけ。はあ、そっからもう会話なしですか。全然思わなかった。全然もなかった。え、うもなかったんですか。そんなんでうもなかろう。いや、味自体が美味しかったんですか。まあ、うまい。その雰囲気的に楽しくなかったっていうことでしょ。そうなんですね。考えがほんま実際は高いんですか。高いよ。店綺麗でしたね、写真見せてもらったけど。高いよ、3人ナンバーフォローだから1万5、6000円とか上やもん。おー、
まあでもそうですね、一人子供だし結構高めでしょうね、酒も飲まんし。じゃあその子にはな、その福岡の水族館行ってちょっと家でもつ鍋屋さんで醤油のもつ鍋食べて、しかもちゃんと会話しながら醤油のもつ鍋食べて、まあ別に食べたいもん食べ、その子でトイザラス行って上書きせんといけんでしょ。アウトレット楽しいじゃん。服とかもあるんですか、そのアウトレット。あらんじゃない。なんていうアウトレットですか。福岡で検索したら出てくる、2個出てくるって。はあ。カナシャがある。そこ行ったんですか。うん、カナシャ乗ったんですか。乗る計画立てて乗ったんですか。いやだってもう早く帰りたいんですよ。いや乗る計画立てて乗ったんですか。海はでも行ったんですよね、写真撮るとこ。楽しかったですか。俺も置いてきぼりで、子供が立った俺はほんま単独コアだ。単独コアとか子供とかある。俺とラムの空席はない。2日間ない。辛いですね。え、本当は辛かったですか。辛くなかったんだ。辛いとかなんか、いやそういうのなかったけど、めんどくさいとかそういう感情ありましたか。大義なんて行きの車は会話あったんですか。ない。行きからなかったんですか。うん、何言ってたの。真実を言わんと。え、花から行けんかったのか。いや花から行けんかったら旅行行かんでしょ。何が行けんかったの。え、うん、女はよく分からん。女はよく分からん。怖いよな女は。でその子福岡行きましょうって。でも初対面に行かまん。いやそれは分からんでしょ、うん、ラム行ったんです。子供おらんのか。いや分からん。あそうか、お前しかも知らねえんだ。ああ